外反母趾の方にとって靴選びはとても大切。靴を選ぶときに重要なポイントを5つお伝えします。皆さんこんにちは。日本で活動する足の専門家、中島武史です。足の専門家といってもどんなことをしているのかっていうのは、この概要欄の方を見ていただいたら詳しく書いています。そちらをご覧ください。今回は靴の選び方ですけど、靴の選び方でダメなポイントじゃなくて、今回は具体的な靴を選ぶときのチェックポイントをお伝えしたいなと思います。特に外反母趾の人にとってはそのあたりは重要になるので気をつけておいていただきたいのと、あとはこれは実を言うと外反母趾の方に限らず、靴というもの自体を選ぶときにはだいたい皆さん共通で見てほしいポイントではあるんですよね。ですからそういう方にも勉強になるのではないかなと思います。では内容です。靴を選ぶときのポイント3つですね。その次に実際に買うときのポイント2つです。今回の動画をご覧になることで、あなたは靴を選ぶときのポイントということを知ることによって足に優しい靴を選ぶことができるようになります。私は足の専門家であると同時に歩行指導や動作改善の専門家でもあります。世の中に正しい健康情報を広めたいなと思ってこの YouTube を始めたんですが、 YouTube の動画が広がっていくかどうかは皆さんの押してくださる高評価ボタンとか、あとはチャンネル登録数とかコメントなんかによってどれぐらい広がっていくかが決まってるみたいなんですね。ですからこの動画が有益だなと思っていただいたり、多くの方が知ったらいいのになと思っていただいたら、高評価ボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまず靴を選ぶときのポイント3つですね。実際の靴をちょっと持ってきましたが、これを使いながら説明します。まずポイントの1つ目はかかとがすごく大事なんですね。言い方を変えて言うと、ヒールカウンターがしっかりとしているっていう言い方になります。ここのところです。持っていただいて、これすごく硬いんですけど、ここががっちり硬くなってる靴っていうのがすごく大事で、なぜかというと歩くときに足はかかとで基本歩くものだから、かかとをしっかりとホールドしたいというか、ぶれないように動かないようにしたいというのなんですよね。ここがぐにゃぐにゃで柔らかい靴というのは歩くときにすごく安定しにくいんです。ですから特に足に問題があるとか外反母趾の方であればあるほど、かかとはがっちりとした靴を履く。そして大事なのはここを踏みつぶしたりしないことですね。パッと足つっかけて歩くときなんかにかかと踏んじゃったりとかして、ここがガジャガジャに柔らかくなったりする方がおられるんですけど、すごくもったいないです。かかとはすごく大事なので、選ぶときもそうですが、履くときもかかとは大事にしてくださいね。2つ目です。今これねじってるんですけど、こうねじってもそれほど回らない靴ですね。これをねじれ剛性があると言います。なぜこのねじってもあんまり回らないようにしてほしいかというと、足は歩くときに右足を前に出して左足が後ろに行ってっていう風になるんですけど、その時にどうしてもこういう風に足はねじれることになるんですよね。ねじれることになるんだけれども、その時にこれが行き過ぎる靴というのは足がブレやすいんですよね。靴のいいところは裸足よりも歩きやすくなってるんですけど、これスニーカーに関してですよ。歩きやすくなってるのは、そういう風に変な足の癖がついてて大きくねじって歩いてしまうような人もある程度止めてくれるというのがあるんです。なんだけれども、これがぐにゃぐにゃに柔らかい人というのは、それが適度なところで止まってくれないがゆえに大きく動いちゃったりするんですね。で、元の歩き方がそうだったら、その歩き方自体はまあ直さないといけないのはいけないんだけれども、ねじれ剛性があるとそれをある程度カバーしてくれます。ですからこういうふうに斜めにねじった時にあまり回らない靴というのがすごく大事ですよね。はい、では3つ目です。ここのポイントのことをフレックスポイントと言います。でフレックスポイントというのは、靴がここで歩くときにこういうふうに曲がるところですよね。でこのフレックスポイントでだけ曲がってほしいんです。だから例えばこの辺りで曲がったりしたら困るんです。でここであんまり曲がらないんです。ここで曲がってほしいんです。ここですね。ですから曲がるポイントがあっちこっち、この辺もこの辺もいろんなところで曲がるような靴はよろしくない。まあ端的に言えば柔らかすぎる靴と言いましょうかね。フレックスポイントだけで曲がるような靴にしときたい。そうするとそれも足の動きとしては正しい足の動きに流してくれるということになりますね。この3つが靴を選ぶ時のすごく大きなポイント、基礎ポイントですね。ここからプラスアルファで細かいところはあるんですが、今の3つを押さえているのは健康的な靴としてはすごく大事だと思ってください。でこの頃増えているのが、デザイン的にもここがかかとが柔らかい靴っていうのがすごく増えてます。ファッション的にそういう靴を履きたければそういうのはありなんですけど、ただ足の調子が悪くてできるだけ歩きやすい靴がいいなという時にはかかとは特に大事にしてください。では買う時のポイント2つに入ります。1つ目は大きすぎるものを買わないってやつですね。
外反母趾の人であればあるほど、ちっちゃい靴で窮屈になったら嫌だからと思って、どん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 大きめのサイズを買っちゃう人がいるんですよね。で、大きめのサイズを買えば買うと足が中で遊びやすくなるんです。で、足が中で遊ぶと、それだけ足が踏ん張ったりとか変な動きをしやすいので、適切なサイズを買うのがすごく大事なんですね。だからまずは通販で買うっていうのは念のため大きめを買おうとなりやすいので、実際にその靴を必ず履いてみてほしいところですよね。この頃通販でも返品可能なやつもあるんでね。ですから一度履いてみて確認したいっていうのがありますね。なかなか立地的にそういうのが許されない方もおられるとは思うんですけれども、これはもう靴というものはもう仕方がないので、どうにかして一度履いてみたい。で、そしてできるだけ紐で調節すると、もともとどうしても幅的に合わない靴というのもあります。ただできるだけ紐で調節して履ける範囲のものにするというのは重要だと思ってください。で、2つ目のポイントとしては、靴というのは中敷きが外れるものが多いんですよね。靴というかスニーカーですね。で、できれば一度出してこの上に立って足を合わせてみてほしいんです。そうすると足がどれぐらい空いてるのかというのが、ここが分かりますよね。どうしても大きめ大きめが好きな人は大きめに慣れちゃってて、こんなもんがぴったりだろうなと思ってらっしゃる方がおられるんですけど、もちろん横の兼ね合いもあるんだけど、ここの空き幅というのはだいたい 0.5 から1センチぐらいにしておいてほしいんです。それが限度です。それがいざ足をこの上乗せて合わせてみると、うわ、こんなに3センチも空いてるわという人もいたりするんですね。私も長らく足は 26.5 センチだと思ってたのが、実際実寸は25センチなんですよね、測ると。ですからその靴を履いてみた時に、あれ、思ってるより空いてるなっていうことがあったんです。で、実際にやっぱり靴の専門家の方にも聞いてみると、これ出して足合わせてみたりしてここを見ておくといいよというふうに言われたので、それは私自分で買う時にもやっていますね。皆さんも一度出してみて、その上に足を乗せてみるといいんじゃないでしょうか。まあそんなことしたぐらいで靴屋さんが怒ったりはしないのでね。いや、怒らへんと思うんですけどね怒られたことないですけどね。いかがでしょうか。私途中で紐の話も言ったんですけど、外反母趾の方は特に外反母趾の人が楽になる紐の結び方というのもあるんですよね。紐の結び方に対してはこの動画、このサムネイルの動画で紹介してますので、こちらをご覧になっていただいて、外反母趾の人が楽になる結び方というのも参考にしていただくといいんじゃないでしょうか。これは最後にリンク貼っておきますね。で、あともう一つは、具体的にもしもメーカーを私がおすすめするとすれば、ニューバランスがおすすめです。で、なぜかというと、詳しくはこちらの動画見ていただいたらいいんですけどね。これもまたリンク下に貼っときますけど、なぜいいのかというのを詳しく解説してますが、一番私がここで一つだけ言っておくと、これ M1300 という靴なんですけど、ニューバランスは同じ靴の中でも縦のラインナップだけじゃなくて、横の幅のラインナップも持ってるんですよね。そういうメーカーなので、足の健康のことをすごくやっぱり大事にしてるっていうことですね。なんせ詳しくはこの動画を見ていただいたらいいんですけれども、もしおすすめするとしたらニューバランスはおすすめだと思ってください。最後にもう一回お伝えしておきますが、間違っても外反母趾の方は心配だからといって大きめの緩めのやつを買わない、そして靴紐を締め直さずすっぽり履いて使わないというのに気をつけてくださいね。